ラ満点。緊張してる。なんか森の国からミュージカル見てる気持ちになりました。すごい。今日も会場を森にします。後ろの背景見えました？いや、見え。めっちゃ森ですよ。めっちゃ森。めっちゃ森。すごい森。めっちゃ森。森に帰ります。涙腺崩壊しちゃって、でも全部泣いちゃう。14平米で泣いちゃう。もう、ね、見ません見てあげて。1ブロック、2ブロック目アーカイブで見ます。そうだね、落ち着いてる時に見たい。それがいい。以上、こちらからでした。現場からは以上です。から以上です。スタジオにお返しします。で、違う人になんだよ。なるね。お返しはされない。プロデューサーさん、こんにちは、久川凪役の立花ひなです。福岡公演のデイ1にて久川凪ちゃんのソロ曲14平米にスーベニアを披露させていただきます。わーもうすごくドキドキバクバクで何も考えられない状態になってるんですけども、一生懸命ダンサーさんだったり凪ちゃんの、ね、最近のいろんな話を見返したりだったり、こういろんな偉い方と相談をしながら、なぎちゃんの大切な大切な曲を大切に大切に歌わせていただきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。なぎちゃん的には、2年ぶりの、大型ライブということなので、なんかドキドキワクワクソワソワしてるんですけど、今回はなんかこんなピンクのフリフリの衣装を着させていただいて、前回はコミカルでポップな感じだったんですけども、また今回もズボンで、はーちゃんとはちょっとまた違った感じになっているので、またその双子の感じも見ていただけたらなと思います。プロデューサーの皆さんにも14平米にすべにあーでハートをここで作ってもらえたらなと思います。ここは結構分かりやすいと思うので、みんなも真似してみてください。スーベニア全然余裕がないです。リパチマン頑張ってきます。何アピールですか？安全アピール。続いてラジオネームのおもしろくんさんからの大好きな人の隣にじどうすればいいですか？ちょっと待って、いやどうすればいいですかってこっちが聞きたいわ。ちょどうなったの？やばい、パニック。ちょっと待って、ちょっと待ってみんな待って。どうすればいいですか？どうすればいいんですかじゃない。メロボさんで頑張ります。どうすればいいですか？わかりませんって言えばよかったかな。ほんまそうなったらいい。そう言うわ。どうすればいいですか？だけください。それは絶対わかりません。近くて大好きの隣には Deep Hug な握手もらう Yes 甘くて酸っぱくて弾けたりそれだって Deep Hug な贈り物なんて。おはよう。終わりました。
私水飲むの忘れて、大丈夫ですか？そう、もうずっと人の話、聞いてたら水飲むの忘れて、結構ギリギリだったけど、すごい楽しかったです。楽しかった